ゆうすけの俺と鍛える3分チャイム、いくぞ。この動画は新世代歌い手グループイレイスメンバーのゆうすけがいつも頑張ってるみんなにもっと元気になってもらうためにおいた特別なトレーニング動画です。みんな最後までついてくるんだね。じゃあ早速いってみよう。まず最初はエアプルダウン。両膝をついて両手を Y の字になるように広げて、胸を張って肩甲骨を背中に向かって引き寄せます。1、2、1、2、こんな感じやな。じゃあやってみようか。これは広背筋っていう背中の筋肉に効くトレーニング。背中と二の腕が気になる子はまずここを鍛えよう。胸を張って背筋を伸ばして肩甲骨をしっかりと寄せると効果が出ます。これは楽勝やな。慣れてきたらダンベルとかペットボトルに水入れて持ってやるといいで。背中が丸くならないようにね。背筋を伸ばして肩の高さぐらいまで引き下ろしましょう。肩甲骨しっかり寄せてね。ここ鍛えると背中めっちゃ綺麗に見えるからね。あと二の腕気になる子とかもちゃんと取れるから、プニプニとはおさらば。いけるよ、頑張れ。もうちょい、もうちょい、もうちょい。おっしゃ、お疲れ。休憩、これは楽勝だった。よっしゃ、まだまだいくぞ。余裕やった。ほんじゃ次のトレーニング行ってみよう。よし、次はプランク。床にうつ伏せになって両肘を床につける。俺が合図したら膝を浮かせてそのままキープ。ポイントはお尻を上げすぎないこと。いくよ、よーい、スタート。これはお腹周りと二の腕の筋肉に効果的なトレーニングです。これをやるとまあ体引き締まるよね。きついけどみんな頑張ってな。頭、背中全体、腰、かかとが一直線になるように姿勢をキープするとより効果的やで。慣れないうちは膝をつけてもいいから頑張ってみよう。プルプルしてきた。しんどいかもしれんけどその先には理想のお腹が待ってんで。もうちょい、よし、お疲れ。ちょっと休憩。あー疲れた。まあゆいくんと一緒なら頑張れるな。まだまだこんなもんじゃないで。じゃあ次のトレーニング行ってみよう。トレーニングも後半戦。次はツイストプランク。さっきのプランクと同じ姿勢で今度はお尻を左右に振ります。ポイントはさっきと同じお尻を上げすぎない、体を一直線に。いくよ。これはプランクよりもっと腹筋に効果的なトレーニングです。これをやるとくびれができるから、きついけどみんな頑張ってな。頭、背中全体、腰、かかとが一直線になるように姿勢をキープするとより効果的です。できない人はもう1セットプランクを頑張ろう。続けてればできるようになるからね、頑張れ。ちょっとしんどくなってきたかな。頑張れ頑張れ、もうちょいもうちょい。よっしゃ、お疲れ、休憩。マイロ、もう無理。ここまでよく頑張りました。次が最後やから最後の一踏ん張り頑張ろう。最後のトレーニングはバックランジ。直立姿勢から片足を後ろに踏み出してしゃがみながら重心を垂直に落とす、落とす。準備はいいかな。よし、いくよ。それじゃあよーい、スタート。これは下半身の筋肉をめちゃくちゃ効率よく鍛えられるトレーニングです。ヒップアップ効果と美脚効果がかなりあります。めちゃくちゃきついけど足細くなるよ、頑張ろうぜ。ポイントはつま先と膝を同じ方向に向ける。膝を曲げるときに膝がつま先より前に出ないようにする、この2点です。ゆっくりでもいいからしっかりやりましょう。よし、終わり。みんなお疲れ。よく頑張りました。みんなは今回のトレーニングどうやった？これ俺も実際にやってるトレーニングなんだけど、正直かなりきつかったと思う。けど大丈夫、辛かったら動画止めていくらでも休んでいいから、無理ない範囲で自分のペースでやるよね。1セットだけでも効果的やけど、理想はこれを毎日3セット。そしたらみるみる効果出ると思うから、みんなも少しずつでいいから頑張ってみてな。というわけで以上、ゆうすけの俺と鍛える3分ちょいでした。せーの、おついでー。もう一回やろうか。はーい。